はいどうもルルシュでございます。本日の動画はパズドラのガチャを引いていきたいと思います。あ、そういえばネイルを変えました。はい、こんな感じです。前回がね結構ダークなネイルだったんで、今回はもう光属性のネイルにしました。キラキラでめっちゃ可愛くない？ただちょっと親指がちょっとね早速ストーン取れちゃったんだけど、まあまあまあそれはご愛嬌。めっちゃ可愛くてお気に入りです。はい、では早速なんですけども、ただいまハンターハンターコラボ第2弾、ごめんちょっと興奮した、こちらがね来ておりますので引いていきたいと思います。で、私が狙っていくのは、もうみんなわかるよね。私の、YouTube を見ていただいている方だったら、ちょっとわかるかと思うんですけど、私の狙いは何だと思いますか？そう。もちろんそうです。ひそか一択。まあ、あわよくば、カイトもちょっと好きなんで、カイトも欲しいんですけども、はい、こんな感じのラインナップなので、もうひそかがマジで推しなので、ひそか推しです、すごくね。なので、ひそかが欲しい。で、しかも、リーダーとしてもすごく強いみたいなんで、使ってみたいです、ものすごく。まあ、あとは、カイトの、変身先だっけが、なんか3パターンで、ランダムみたいな感じだったと思うんですけど、それも面白いですよね。じゃあ早速引いていきたいと思います。はい、行きましょう。結構ね、魔法石があるんで、おまたさ、このゴンさん見るとね、中山きんに君が出てくるの。そう、私お笑い芸人さんの中で一番中山きんに君が大好きなんですけども、もうこのねゴンさんを見ると、中山きんに君のゴンさんのね、コスプレがマジで最高すぎて、それが出てきます。はい、いきます。で、パズドラはね単発だけなので、ちょっとねさささっと引いていきたいと思います。はい、レオリオさんですね。まずはレオリオさん、ありがとうございます。ちょっとさらっといきましょう。せい、いや、もうハンターハンターって本当にもう漫画界アニメ界の中でだいぶもう殿堂入りの作品だと思うんですけども、いや、もうね、私こう5本指に、いや、もう3本指に入るかな、本当に好きな作品。でも入れるのもなんかっていうか、なんか話してる最中ずっとレオリオ来るんだけど、どういうこと？ずっとレオリオ来るんだけど、どういうこと？なんだろう、だいぶ昔からまあ連載してるじゃないですかね、連載してるじゃないですか。あ、かわいいめっちゃかわいい、好きだろう、好きだろう、マジで嬉しい。いや、私この子ね、こう漫画とかアニメの中のなんかすごくこうエロいキャラって言ったらあれなんだけど、なんかすごくねセクシーさを感じてしまうんだよね。別にそういう、まあそういうつもりなのかな、わかんない、もう天然だとは思ってるんで、天然のもの、これは天然の才能です。これはしずくさんめっちゃ好き、ほんと好き。なんだろう、別にエロい格好してるわけじゃないんだけど、エロくない？なんかいいよね。ごめん、そんな目で見るなってね、ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい。いきます。私の中の親父が、ごめんね、たまに出ちゃうんだけど、ごめんね。はい、おうおうおう、まあ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 、今のところレオリオが被ってるぐらいかな。はい、フィンクスいいですよ。マジひそか、ひそか、ごめん、何の話したかマジで忘れた。ウボウギン、ウボウギン、ウボウギンも強いよね、ウボウギンね。ウボウギンといったらもうクラピカとの戦いだよね、あれが出てくるよね。はい、そう、そうだ、殿堂入りのね作品だよねって話。おーっと、クラピカ、クラピカの噂をしたら、やっぱウボウギンの次はクラピカが来てくれるというね。ありがとうございます、かっこいい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 。はい、いきましょう。そうか、そうか、そうか、そうか。ああ、いいよいいよ、お、なんかいい感じに来てんじゃないの。このシャルナークの能力も面白いですよね、結構面白いです。携帯をね使って操作するという。はい、ありがとうございます、ございます。はい、主人公の中で一番狂気、隠し狂気を持っている、狂気ってあのね、あれ狂気って
狂ってる方の狂気ね。はい、あのゴンさん、ゴンさんじゃないゴンが来てくれました。はい、これは嬉しいわ、嬉しい。しかもこれめっちゃ強いと思うんでね、ちょっとパーティー組める、あんまり木パーティーがいないのでちょっと組んでみて、組めるかな。マジで本当に炎ばっかりなんですよね、パーティーが。美脚、美脚の鬼。はい、パクノダさん、もうなんか足しか見えなかった、ごめんごめんね。なんか今日親父が、私の親父が炸裂している。ダメだね。え、待って待って待って、密かだからね、密か。はい、じゃあ私の密か愛を、あ、ありがとうございます、かわいい。私の密か愛をちょっと語っていきましょうか。まず、まあね、基本的に私前髪が上がってるキャラクター、オールバックのキャラクター好きなんですよ。でそのオールバックのキャラクターがお風呂とか入った時にこう髪が下がるんですよね。あのギャップ萌えがもうまずもう最高、めっちゃかっこいい。でまあいい体してるじゃない、人が普通にムキムキだし、いい体してる。あとはちょっと狂ってるのが好きなの。狂ってる男性キャラマジで好きっていう変な性癖。うん、いやもうひそかの狂い方は結構だと思う。だってさ、自分が死ぬっていうことになんか快感みたいなね、なんかすごいものを覚えてるよね、なんかね。そうだからちょっとあの変態とかちょっと、うん、そういうキャラが好きでね、うん、変態、まあ、いやらしいとかじゃなくてちょっと狂っちゃってるキャラクターが好き。あ、いいよいいよ、フェイタンフェイタンも好き。なんかいいね、なんかハンターハント本当好きだからさ、なんか満たされてる、なんかガチャを引いて満たされている私がいる、はあ、幸せだな。いいね、好きな作品のねコラボガチャを引、え、待ってもうありがとうございます、もうありがとうしか出てこない、ありがとう。回答、変身先ハテナになってんの、これやばいね、これは大興奮だわ。え、これはマジで楽しみ、え、超嬉しい。待って、ひそかだよ、ひそかなんですよ私は。まだ止まらないよ、まだ止まらない、全然止まらない、やめられない、止まらない。もうこの2人に関してはマジでもうダメだよね、もう泣いちゃうもん、泣いちゃう。ちょっとやばいな、え、ちょっとこれで一回出たらマジでやばくない？これ、いいよいいよ、え、コンプしていく感じ、私今回マジも可愛いよね、なんか能力がすごい、なんか全部ね何でも直せるし縫えるしみたいな、ひそかが御用達だよね、だいぶひそかお世話になってるっていうね。あの子マジいなかったらひそか死んでるよね何回も死んでる気がする。ひそかお願い、マジでひそかお願いします。私一回ハンターハンターのコラボカフェがあってその時行ったんですよ。その時にマジで、待ってゴンが2体ってどういうこと、すごいね、ありがとうございます。いやこれはやばい、これはやばい。そうで、コラボカフェにいた時にそのひそかのねグッズがあるじゃない、やっぱり。でもそのランダムなのね、缶バッジとかランダムだから、まず出るまで鬼引いたっていうね、鬼金使ったっていう曲がある、マジでお金を使いました。はい、ちょっと待って、めっちゃいい引きしてるんだよ、めっちゃいい引き。待って、これもうゴンパーティーを組めっていう神からのお告げだと思う、これは神からのお告げだと思っておきます。はい、いや止まらないよ私は、こんなめっちゃいい引きしてるけど、いや止まらない、多分普通だったら止まるんだと思うんだけど、止まるよね多分ね。ゴン3体とカイト1体メルエム出てたら多分止めてもいいかなって思うんだけどいやもうね、ひそかをね、もう交換できるかな、ひそかって、ちょっと後で見てみよう。え、マジでお願いしますよ、ひそか。おっと、ここで信長、ありがとうございます。信長もねめっちゃいいキャラしてるよね。いやお願いしますよ、待って、いやめっちゃいい引き、しかも世界、うぃ嬉しい、これひそか入ってるし最高じゃん、これ最高。
いやもうとりあえず行けるとこまで行きますが、ちょっとやばいね、もうちょっとお願いだよ、ひそか。え、これ何、あの最後でさって出てくる感じ、さって出てきてくる感じ、最後で。じゃ最後行きます。ひそかお願い、バンジーガム、バンジーガムで引き寄せてお願いします。うわ、いや、こんだけ、こんだけさ、出てんだけど、出てきてくれても、いや、でも、ありがとう。最後にメルエムが、2体目のメルエム。まあ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 、もう、めっちゃいい引きしてるから、めっちゃ嬉しいんだけども、最推しのヒソカが来てくれなかったのは、ちょっとね、ちょっと、どうしようかね、うん。やばいよ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ってか引きがマジで良かった。今回は結構引いたけど超良かった。ちょっとさ、緊急事態なんだけどさ、今回さ交換所でさいないやん、ひそか。え、これ嘘でしょ、私ちょっとわかんない、課金しちゃうかもしれない、これ久々に。はい、ということで本日はパズドラのハンターハンターコラボ第2弾を引いていきました。とりあえず、めっちゃいい引きだったんですけども、まあ、最推しの、ひそかは、私の手には、手元には来てくれませんでした。はい、ちょっとね、追加で引くかもなんですけども、とりあえず今日はここまでにしていきたいと思います。はい。ちょっとこれはゴンパーティーをちょっと組んでみたいと思います。はい。これは組まないとダメですね。あとはカイトが面白そうなんで使ってみたいかなと思っております。はい、では、皆様も引いた方ぜひ結果コメント欄で教えてください。皆様の、ね、一番好きなハンターハンターのキャラもぜひ教えてください。今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければポチッとやってみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ、じゃあねー。